はい、えー。2023年1月23日分の雑談の録画です。配信したやつはニコニコ限定ですね。あんまりにも内容が良くないというので、えー、その時に忘れてて、話したくても話の内容は忘れてたって話を今回はします。えー、っと、JP になってからもう十数年ですね。えー、っと、郵便局が あの国営じゃなくなったっていうのでさ、あのまあ、そうするとサービスの低下であったりとか、まあ、たまに見ますよ、郵便配達してるそのなんか人たちがだらだらとあの郵便物を配ってる様であったりとかね、えーまあ、国営じゃないし、公務員じゃないし、文句を言うところでもないし、えー、年賀状の数は少なくなってるし、えー、郵便そのものの量は多分減っている。 えー、宅配業は非常に増えてはいるんですけども、っていうとこなんですけど。あ,あそうだ、今日マイクチェックは多分大丈夫だと思いますけど、すいません。えー、そんな中でとんでもないニュースがあったっていうのをどうしても昨日話したかったんだけど、忘れてたっていうのでね、えー、昨日じゃない、今日、今日話すのを忘れてたんですけど、その、郵便局のね、局員が、あ配達員が、 あの、配達は実はしてなくて、300通ぐらいの郵便物が捨てられてたっていうね、えー、のが、まあ、ニュースになってました。えー、この捨てた局、ね、元局員、もうクビになっちゃったんですけど、あの、仕事ができないと思われたくなくて、その、だから配りきれなかったことが、バレるのが嫌で、こっそり捨てたっていうね。 まあそれが見つかるところに捨ててるところでもう頭悪いんだろうなとか、あの、発想として仕事ができないと思われたくないから捨てたっていうことでもうこの人は仕事ができないんだなっていうところとかが面白くてさ、だからだよっていう感じがとてもありましてね。これは話とかなきゃいけない。寒波が来るとかいろいろありますけど、その、あの、 国営じゃなくなるっていうのはそういうことですよ。郵政民営化って言ってた小泉首相はこ,このことを予想できてなかったんですよ。あの、あの、だから国の仕事みたいなものをさ、民間にどんどんやっていく。例えば水道局とかも今度ね、民営化になるとかっていう話があるけど、あの、民営化するとこうなるんだぞって、だから、 仕事ができないと思われたくないから、その、す、例えば水道局であれば、水質のチェックがさ、あの、できてないって思われるのが嫌だから、データを隠すとかさ、そういうのを平然とやる人が出てくるわけですよ。あとは、その、責任もちょっとね、なくなるんだろうから、ちょっとふと思い出すのはバンダイの、 6億円分なんか携帯電話かなんか売りさばいて6億円儲けたとかっていう人がね、みたいな感じでさ。自分のやってることに責任を持たないわけだ、民間企業は。あまあ、だからって公務員が偉いかって言うとそういうことでもないとは思うんだけど、まあ、だからもう郵便っていうのがこういうので信用問題で使われなくなるわけですよね。 えー、どんどんそうすると赤字にもなってくるし、そうすると不正に手を出す人もいるだろうし、えー、今は郵便書き留めなんてあんまないのかな昔は郵便書き留め泥棒なんつうのもありましたけど、どんどん悪くなるっていうね、イメージも悪くなるっていうのは、ねえって思ったりだ。僕は郵便局なんつうのは、うん、国営でよかったんじゃないのなんていうふうには思ったりもするんですが。 だから今、確実に届くものとして、郵便は候補から外れたってことですよね。まあ、黒猫さんとか、あ佐川さんとかね、ありますから、まあ、アマゾンとかね、ありますけど、あと今ね、個人配送業の人とかもいるらしいのでね、なんだけど、郵便、JP、郵便局は地に落ちたなっていうのを、ちょっと思ったりとかいたします。 あもちろん、その郵便局がね、えー、今何で黒字出してるかってうと、その、ご老人たちがさ、銀行よりも郵便局が安心だってって、預けてるお金みたいなもので、えー、黒字が出てるだけで、その、手紙届けるぐらいのやつは、あのー、超赤字なわけでね。そんな中でさ、ね、郵便物まで捨てられたらっていう。だから、その、 言わわれてたわけですよそのアメリカみたいにその郵送するやつは全部その国営じゃなくてさ民営民,民間企業がやるっつってさそれで何日も届かないとかあーね質の悪い配達員がいたくさんいるとあいうのがもうその 何十年も前から言われてたわけ。それにするのかって言うので反対されてたけども、も押し切ったわけですよ。ユセ民営化っつってね。バーカって思う。そのまたバカ息子が今政治家やってるっていうのも込みで、えー、終わりだなって思ったりとかっていう話をしたかったわけです。いやー、怖いね。怖いね。バレないようにいい人でいたいっていうのは、ちょっとどうかなとやっぱ思ったりします。 だ根が真面目で郵便物をちゃんと配る人もたくさんいる中でさ、こういう仕事さえもらえればいいとか、給料さえ出ればいいっていうので、仕事をしない人みたいなのもさ、間違いなくいるわけで、そういう人が仕事してんだなぁ、つって。それでコロナ禍で仕事がなくなった人とかね、もうたくさんいる中で、こうやってバレなきゃいいっていうの本当どうかなと思ったりいたします。 えーまあ、バレてもいいようなクリーンなことをしていきたいと、そのように思う今日の雑談録画でした、えーね。火曜日はちゃんと雑談配信でもうちょっといいことを言えたらいいなと思いますけど、今考えてるのはガ,ガンダムの話をしようかどうしようかっていうのを迷ってるところですが、えー、また次回よろしくお願いします。 はいじゃあ終わります。お疲れ様でーす。